はい、こんにちは、タイハッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はレトロ玩具、お隣さんシリーズ、絶叫のまさかりギア、いきたいと思います。はい、メーカーはタカラ。これね、当時買って、なんか1時間もしないうちに飽きてしまったっていう、そんな玩具なんですけども、まあ、懐かしさの思い出補正ということでね、買ってみました。で、発売がね、1990年。で、これね、ちょっとね、記憶が確かなら、トンカチバージョンもあった気がするんですよ。で、これね、まあ、斧なんだけど、振動で悲鳴が出るっていう玩具なんだけど、まあ、トンカチバージョンはなんかね、パリンってガラスが割れるやつもあった気がする。で、このね、マサカリギャーなんですけれども、まあ、数年後にあの、桃太郎伝説、まあ、アニメの金太郎バージョンもね、あった気がするね。まあ、そんな中で、絶叫の、で、まあ、最初に出たバージョンの方ですよね。まあ、電池を入れて、振動で悲鳴が出るって、ただそんだけ。はい。まあ、新品でね、購入したわけなんだけど、もうパリッパリ。で、当時の定価がね、これ1500円か。まだ消費税もない時代だから1500円で売ってたっていう、そんなものなんですけれども、果たして生きてるかどうか。まあ、電池入れればね、もう生きてるとは思うんだけどね。もうテープなんかもパリッパリで取れてる。そう。まあね、ちょっと夏にね、ちょっとお出かけしてて、遠出してて、まあ、レトロな玩具屋さんがあったので、そこで、はい。新品で売ってて買ってきたってやつなんだけど、うわ、箱の中だけどもうね、汚れてる。経年？経年劣化、もう箱がもうだって、ね、よく生き残ってたなっていう。だって1990年だからあれでしょ？もう今2020年だから30年前か。30年前の玩具。まあ、樹脂もまだ生きてるっていう時点でね、すごいね。で、今嫌な音が鳴ったぜ。メキって言った。で、メイドイン台湾。で、ね、蓋がね、よくよく見ると書いてあるんだよね。オープン、オン、オフ。で、あ、綺麗だ。全然錆びたりしてない。で、単三電池が3本かな。はい、電池セット、1本目、そして2本目、で、3本目。あ、なんか本当懐かしいな。もうこれね、ワクワクして遊んだんだけど、なんかこんなもんかっていう感じで、だんだん飽きてきたっていうね。で、セットで、これがオープンだもんね。オン、いきましょう。結構音でかいな。これだけ全然ギャーも何もないんだよね。ほんと女性の声で言うと悲鳴が出るっていうだけで、注意書きがね、まあ、遊ぶときは人や物を叩かないでください。人を驚かしたり耳のそばで鳴らさないでくださいっていうね。まあ、これほとんどあれですよ。人を驚かせるためのもんでしょ、これ。こんなもんか。うん、やっぱ本当ね、当時の記憶がもうね、ふつふつと湧き上がってくるわ。確かこれ本当キャー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 言ってて、もうめちゃくちゃ飽きた気がする。で、やっぱりね、これ、トンカチバージョンもあった気がするんだよね。パリーンっていうやつ。トンカチというか、幻能？ただまあ、ほんとね、まあ30年前の玩具だからね、資料なんかないでしょうね。宝。だって、宝トミーと合併する前だもん。で、金太郎バージョンもまだ宝だった気がする。でも今だったら結構面白いな。はい、そんなわけでね今回の動画は以上となります。マサカリギア懐かしいな。まあ、その他にもね、その古いおもちゃ屋さんで、まあ、ちょっとしたものね、ポツポツとは買ってきてるんで、いずれね、動画にはしていきたいと思います。はい、以上、ご視聴ありがとうございました。ちょっとスピーカーのそばでラストいくよ。はい、音量注意。では、ご視聴ありがとうございました。